週刊ボートボーイ。おい、いや久しぶりだな。久しぶりですね。あ、久しぶり、6日ぶり、5日ぶり、はい、まあいいや、はい、あ、はい、皆さん、うん、BBC トーナメントでございます。はい、はい、うん、ボートレースナルトに来ておりまして、いいよ、はい、うん、ねえ、わかる？ BBC トーナメント、これチャンピオンベルトあるから、ボクシングモチーフだからね。まあもちろんね、それは知ってますよ。ちゃんと KO パンチを予想してくださいよ。そうだから前年度チャンピオンがちゃんとね、選考順位1位になるっていうあれが、そう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 、やっぱりね、それがやっぱりすごいとこだよね。そうそうね、うん、はい、そうそう、まあ今回も、うん、まあナルト、まあ、デイレースなんで、うん、あ、そう、ナルトいつもねモーニングとかやってたりしますけど、これは、うんうん、もちろんデイレースでございますので、はい、収録で今回もお願いし、お届けいたしますので、さらに、チャンネル登録とグッドボタンをいつも通りお願いいたします。そして、うん、話題の作品や過去に放送されたコンテンツが楽しめるボードキャスト、うん、なんだその棒読みみたいってのはなんだ今のは。ボートキャストの方でもね、うん、こちら配信されますので、はい、そちらの方でもぜひご覧いただければと思います。はい、ランキングが出ますので、うん、ぜひまた、うん、前回ありがたいことに1位になってたんで ね、そうだよね、今回もまたぜひ1位にしていただければと思います。うん、そうですね、頑張りましょうね。はい、そうですね、うん、さあ、そういうわけで、はい、ボートレースバトルチャンピオントーナメントの、うん、早速いきましょうか。いきましょうね、はい、ではいっちゃいましょう。こちらです。はい、はい、というわけで、初日でございます。はい、あ、初日は、あ、初日は、今日は全県日でございまして、うんうん、初日、あ、そうか、下の手までを、まあ、右からですね、うん、遠藤恵美選手が今日一番乗り、あ、はい、ね、ね、あ、そうか、これ今だからあれですよ、うん、優先出場の選手が、なるほどね、出てますね。確かに、はい、そういうあれだね。前もさんやかった、うん、平本選手はね、ランボルギーニで来ましたよ。おー、マジかいいな、めっちゃかっこよかった。ダビデ買った、なんか途中、うん、荷物下ろして、うん、一旦中に置きに行ったんで、うん、その盗んで帰ろうかと思いましたけど、またそうだよね、はい、盗みたくなるよね。あれ、新車わかんないけどね、多分新車だと思うんですけどね。あらららららら、いやいや、なかなかかっこいいランボルギーニでございましたが、あ、はい、というわけで、うん、まあ、ボートレースバトルチャンピオントーナメント、まあ、プレミアム G1 ですけど、うんうん、ちょっと他のプレミアム G1 ビッグレースと違う、まあ、そうだよね、文字通りトーナメントなんで、まず勝ち上がりをまずね、うん、見ていただければと思うんですが、うん、はい、というわけで、明日の5レースから12レースが1回戦、うん、でこれの各1着から3着選手が準々決勝、うん、まあ、過去レースなんで24名ですね、うん、で、あさって2日目に、準々決勝戦が行われて、はいはい、これも同じく1から3着の、うん、選手が準決勝、うん、で準決勝は2つ、うん、でこの1から3着が、うん、決勝戦へということで、なるほどね、要するに3日目まではとにかく3着に、ね、そう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 、入ればだから全てが3着条件の勝負がけというふうに考えていいと思うんですけどね。そうだよね、はい、で、うん、とにかくねこれ3着でいいんですよ、うん、まあ、こう言ったら選手もちろん3着狙って取りに行って取れるわけじゃないんで、うんうんうん、そんなこと考えないんですけど、うん、もう3着でも構わない、なぜなら、うん、決勝戦は枠番全部抽選、うん、そうなんだ ね、だから3着3着で行って1号で取ればいいわけですよね、うん、その通りだね、うん、というわけで、明日のね1回戦も、3号艇から6号艇までは、枠番抽選今日行われました、うん、はい、で、うん、1号艇2号艇は先行順位順に、うんうん、そのままね、入ってるんですけどね、うんうん、だから今日は、うん、実は1回戦から結構運の要素が、うん、結構大事で、まあ、いろんな枠にいろんな枠がいろんな選手が入って、そうだよね、うん、なんか今日残念ながらほら僕ら、うん、今コロナの対策で取材に行けないんですよね。そうだよね、この抽選は本当見れたらぜひ見たいところなんだよね。そうそうそう、盛り上がるんだよね、選手もね、うん、なんかだから今日、うん、菊池晃平選手がね、うんうん、なんかちょっとこう、うん、あ、なんか、そうか予想してたね、聞きましたね、うん、楽しい楽しい予想の仕方をして、うん、なんか背中向きでこうガラガラポン回して、うん、みんなをこう笑わしたら、うん、出てきたのが緑だったっていうね、大受けになったという一ちょっと見たいじゃない。まあもちろん見たいよ ね、うん、そうそう、で今いつもモーター抽選は州長がね、うん、予想、あ、取材してたんですけど、それも今行けてなくてね、うんうん、なかなか残念なんですけれども、残念だね、はい、さあ、そして、まあ、勝ち上がり、うん、先ほど今言いましたが、はいはい、
決勝戦は枠番抽選、うんうん、これはなんとスーパーアミダマシーンを出ましたね使って行われます。1000万円をかけて投入して作ったと言われるね、うん、そうそうそう、うん、これは去年のがあるということですので、うん、見れますかね。はいはい、はい、枠番抽選を行います。そうスーパーアミダマシーン、まさに今あのお姉さんのアミダマシーンを使用しての抽選となります。あのね、あの数字の入ってるのはあそこで選手が好きなところに、うん、薄島誠選手線を入れられるという、そうだよね、そのままだとね不公平があるからということでね、そう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 、勝手に入れたり引いたりみたいな感じのじゃなかったっけ、うん、この次はねシュン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 とか落としてね、うん、なかなか楽しいんですよね、うん、そうそうそう、はい、そしておっとでは、この上からまだこの時点ではあれなんですよ、うん、まだ枠が出てない、決まらないんだよね、どこに選ばれるんですか、ね、最後にまとめて一郎トゥーですガッツポーズでもない、この辺りがなんとなく苦笑いってで、こっちもまた苦笑いっていう、オール6号艇森谷選手は去年はオール6号艇で、オール3着で決勝戦まで行って、そう最後決勝も6号艇で、ね、そこで1を引いたらね、そのドラマチックだったんだけど、そうそう、ね、まあ、でオール6もなかなかのドラマチックだったけど ね、 そしていいレースするんだよねこれね、そうですこれもう6号艇だけ見てほしいぐらいかな、うん、寺翔が逃げするのはいやでも皆さん分かってると思う、これ吉川選手の送り出しも惜しいんだ、本当だよね、うん、そうそうそう、おーすごいリプレイだって、ね、スーパーすごいね、森谷選手もだから、うん、宇津島選手がへこんだから、うん、自分から6コースから攻めに行ってくるっていう、ね、素晴らしいね、1打し待つんじゃなくてね、そうそうそう、そう素晴らしかったですね、ねえ、ってあの辺ね、あのごちゃっとしてるから、 あのまま行ったら6がね、そう、うまいこと言ったら全部へさきがかかればさ、そうなんですよね、最打ちが有利なんだけどね、うん、あのほら寺島がちょっとやっぱり足が良かったので、そうですね、うん、はい、ね、あの抜けちゃったからね、そうですね、そう、森谷選手ここちょっとやっぱ前城がないから流れちゃって、そうだよね、島さん3番2番吉川選手田村選手がというところ、そうそう、なかなかの激戦でしたこれ、そうですね、うん、そう、で寺田選手が第2代チャンピオンに輝いたと思います、そうだよね、そう、この時点でもうだからほらまさにあの今節だけどの優先1位が確定するというね、そういうことです、すごいよね、だからこういうのね、前年度覇者が先行1位になるという、うん、で今回その先行1位がいかに大事かというね、うん、要するにあの準々決勝準決勝の枠番は、うん、先行順位が上位であるほど内枠が取れるんですよね、そうなんだよね、だから寺田選手は全部、うん、例えば明日逃げれば、うん、準々決勝も1号艇だし、はいはい、準々決勝も逃げれば、うん、準決勝も1号艇がもうただ一人決まってるんですよ、うんうん、それがね、そうなんだよね、非常に有利 で、うん、で実際去年田村貴信選手が前年度覇者で出て、うん、やっぱ決勝までしっかり行ったという、ミネじゃないっていうのがなかなか今年なんとなく不思議だね、ビッグレースでこの、うん、確かに ね優先1位が、そうですね、そうそう、うん、そういう意味でもなかなかちょっと面白いかなと思ってるんだけど、はい、うん、で、今回優先出場というのがこちらです、うん、前年度覇者の寺田翔選手、あとお正月の、うん、3 days バトルトーナメント、これがすごいね、そう、これが、うん、要するに寺田選手の次に優先出場を得るというね、すごいね、はい、あとは、SG、うん、プレミアム G1 の優勝選手が優先出場なんですが、うんうん、はいはい、今回前年度覇者寺田選手で、うん、先行2位は原田幸也選手、うん、おう、うんうん、だって2つ取ってんだもんだって、あ、そうか、うん、なるほどね、でその次が峰選手と、うん、峰選手は1つの中の、うん、勝率上位、うんうん、でもちろん SG の方が上位で、うん、プレミアム G1 の方が、うん、あの下、うん、で片岡選手はさらにその下っていう優先順位の先行順位になってます、うん、なるほどね、うん、じゃあ辻根津は滑り込んだっていう感じか、うん、ここね、でもね、うん、そう、ただ勝率で言ったらね、うん、石野選手とかより上なんで、なるほど、同じ回数、うん、SG プレミアム G1 勝って同じ回数だったら勝率順になるんで、うん、なるほどね、先行6位ですね辻選手はね、うん、なるほどね、そう、でも辻選手は権利持ってなかったから、うん、まさにまあ、うん、BBC トーナメントの勝負がけたのがあるのかどうか知りませんけど、いや、その辺がこの微妙な対策、ね、来年から1月になるからね、来年っていうかね、来 年, 来年度はそう1月になるんですけどね、そう、なかなかモチベーションの難しい大会であるとは思ってるんだけどね、そうですよね、しかも、この後にグランプリを控えてる選手が多々いるっていう、ね、やっぱりフライに切りたくないって思いとかね、まあ、いろんな思いがあって、そうそ う, そ, う、ね、うん、そうそう、その辺も船券のなかなか材料になるかもしれないかもしれないですね、うん、はい、というわけで、まあ、もう完全にだからいつも の,、うん、あの SG やプレミアム G1 とは全く違う方式で戦われるので、うん、はい、またこういうところの新鮮さを楽しんでいただければなと思ったりするんですが、そうだね、はい、はい、というわけでございまして、うん、さあそこで、いつもの三島圭一郎君のモーター評価を言ってみましょうかね、
さあ、おっとエースが一人できたね。82号機なかなかね、数字トップを持ってくること少ないんだよね、ケイちゃんね。そう、分かっててもね。まあというか、あんまり数字見てないからね、あの人。そうそうそう、うん、まあ、だからそうだけどね、うん、相手ね、相手このトップのやつだけはね、ちょっと辛口になることが多いんだけどね、うん、そのケイちゃんがここを、まあまあまあね、もう持ってきたということは、はい、あれじゃないですか、本当に信頼できるという。そうですね、まあもちろん2連対率はトップ、うん、ただね、心配なのがちょっとね、この乗り手が最近ね、エース級を引いてはなかなかうまくいってないみたいなまあ若松のオールスターがね、うん、あのやっぱりあの典型的だったと思うんですけど、うん、ね、やっぱ、うん、優勝するかもっていうエース機引いて。そうだよね、ちょっと泣きっぱなしだったね、節感 ね、うんうん、でちなみにどうだったんですか、うん、今日は今日前件、まあまあまあ、だからやっぱりここに空いてるのはなかなかいい見え方だね。そう、うん、で遠藤恵美と違う違う、平高選手がどうだったの。ああ、遠藤恵美選手と合わせて、うん、合わせて、うん、はいはい、ごめんなさいね、うん、先ましてごめんなさいね。遠藤恵美の方が強め、おー、うん、ではあった。なるほど、平高選手と遠藤選手だったら、うん、遠藤選手が強めで、そう、まさにね、直線系のね、足色が光ったって、うん、そのままのあれなんだけど、回った感じは一緒だったんで、うん、そうそう、だからまあその辺でちょっと平高のはどうかなというぐらいな感じで見てた。特訓はどうだったの。特訓もね、うん、どっちかっていうと目立たない方だった。あ、そうなんですか、うん、へー、そう、じゃあちょっとこのエースがどうかっていうね、まあもちろんこれから合わせることになるんでしょうけれども、うん、というわけで、うん、こちらご覧ください。はい、はい、平田選手よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、まずこういったトーナメントってどうですか、平田選手としては。まあ、どうですかね、特にっていう感じです。特にっていう感じ、はい、好き嫌いで言えば、まあ、運だと思います。運ね、はいはい、そう、だいぶ運の、ね、要素が強い大会だと思いますね。はい、はい、今までだから平田さんとサリーデイズの時の第1回に出てますよね、はい、平和島、はい、だからまあ割とこう早くからこれ経験してきたと思うんですけど、はい、まあ、それも特になんかこう強みとかそういうふうにはあまり感じてもいないですか。いや、もう運です、これはまあ運です、運ですね、はいはい、でその運でいうとですね、今回エース機引きました、82号機、はい、とりあえず今日の感触いかがでしたか。普通ですね。普通、普通か、まあ、うん、エミちゃんが足合わせしてくれたんですけど、はい、エミちゃんの方が良さそうです。あ、そうですか、はい、どっかこう特徴みたいなものもあまり感じられず。まあ一節使ってないみたいなんで、はい、うん、まあ、回転の上がりとかも悪いし、うん、まあ、エース機なんかなっていう感じです。感じですか、はい、はい、じゃあこれからまあ当然調整していくことになると思うんですが、はい、その方向性はもう見えてますか。まあ、エース機だったらある程度叩いてもいいのかなと思って、うん、ちょっとだけ回転上げる方向にはしましたけど、はいはい、あ、もう今日叩いた。ちょっと叩きましたね、はい、それは乗る前ですか。あ、いやいや、乗った後、乗った後で、はい、あ、じゃあ明日乗って確かめるっていうところですかね。確かめるぐらいです。なるほど、分かりました、はい、でもう一つ運の方は枠番、はい、6を引いてしまいました。なんかいいか悪いか分かんない、はい、どうですかこの6を引いてしまって今か、あの思っていることは。まあ、6はやっぱ嫌ですけど、うん、まあ、ナルトナだけに、ね、うんうんうん、6コースもチャンスあると思う、うん、はい、いや、あのね、平高さん僕6コースあまり苦にしないという印象なんですけど。あまり6コースを苦にしないという印象。あ、そうですね、別に嫌いではないですね、うんうん、はい、嫌いではないですか、はいはい、じゃあ別にまあナルトでもあるし、その辺は、まあ、特に3着まで出上がれるんで。そうですね、うん、そういう意味ではあんまりこうなんていうんですか、あのすごいへこんでるとかはないですね。あ、それはないです。ないですか、はい、なるほど、わかりました。あと、まあ、一応香川支部ですけど同じ四国のナルトということで、この水面に何か思い入れとかそういうものってありますか。いや、最近ちょっと斡旋が入ってなかったので、うん、久々なんで、うん、あの来る時にまず、うん、降りるインターから間違えるぐらいなんで、はい、そう、今日はあのダントツのラストでした。はい、もう間に合わないかと思ってヒヤヒヤしました、はい、じゃあ間に合ったのも運ですね。あ、運ですね、はい、はい、じゃあまあ運がいいんだか悪いんだかですが、そうですね、はい、まあ、いい方に考えて、はいはい、頑張っていただければと思います。じゃあ最後にあのこちらに向けて力強い一言お願いします。力強いですか、うん、まあ、せっかくエース機引いたので、うん、6コースから後輩と出せるように頑張ります。
ほうほうほう、はい、というわけで、エースを引いた平高選手に、まあ、今回インタビューをしてきました。まあ、運ですかね、はい。まあ、でも首長の言ってた遠藤選手との足合わせでやっぱり遠藤選手の方がいいと、本人がいいね、本人がいいね、言ってましたね。そう、まあ、それくらいの差があったかな、直線の感じはね。なるほどね。その本当ちょっと使わなかった期間が、まあ、他のモーターより長い分、ややちょっと回転もということも言ってたんで、うん、まあ、これが本当明日どうなるかっていう、ね、そうなんだよね、ところではありますよね。もともとこの82機なんかほらスリットからドカーンじゃなくて、うん、しっかりね全部に主導権がね、はい、握れるような感じのバランス型なんで、ただねあんまり目立った雰囲気が見えないのよ、きっと試運転とかそういうの、そうですね、だから実戦に行ってどこまでしっかりね、力が出せるかっていうようなモーターなんで、ね、なんか僕の印象だとね、やっぱ若松のオールスターの時の方が、あの時もエース機だったんですけど、なんかねもっとあのネガティブな雰囲気だっていうの気がするんですよ。そうか、であの時も予選落ちしたじゃないですか、ただその時よりなんか、まあこうね、まさに運みたいな要素が強いレースだからなのかもしれないけど、ちょっとこう、あの雰囲気が軽く感じるんで、もしかしたらそういう意味では立て直しができていくのかもという感じがしますよね。そうだね、まあそう、あの後で叩いたっていうから、ね、明日どういう風になってくるのか、そうですね、ちょっと注目だよね、はい。さあそこで、他のモーターで言えば遠藤選手がいいというのはもちろん言ったんですけれども、ね、他どうですか、この中では。いや、なかなかですよ、なんだろう、悪いのが見当たらないこの中に、そう、でその、まあ、遠藤海はね伸びでだからそういう感じは良かったんだけど、ね、深川慎二の味がすごくよく見えた、ウリュウと合わせて全体全部に余裕があった、足にという感じで、これはね相当いい。ただね、やっぱり直線足がね蘇ったって感じで、やっぱ直線も強い感じなんで、明日5号艇でね、どういう風に戦っていくか、あのちょっと伸び強い、結構あの雰囲気もあったんでね、深川さんがその伸びを生かすというよりは、まあまず手前に寄せるんでしょうから、そうだよね、でも全部の足がいい、ね、よく見えたんで、なるほど、ね、楽しみではある。それは手前に寄せてもいい感じだろうし、まさにダービーの時の19号機、平場上の、あれも直線いいモーターで、そうそう、でもしっかり自分仕様にして仕上がってましたから ね確かにね、はい、そうでもう羽野くんが次で言ったら羽野くんかな、今よかったね、羽野くんよかった、いや全体にいい感じ、そして池田浩二次、いい感じ、池田浩二、ああいたいた、はいはいはい、池田浩二がいい感じ、でね、長井表也がね、羽根君と合わせたのかな、ちょっと負けたのは、まあね、まさに A プラスで A かもしれないけど、そこもなかなか見応えのある戦いで、あ、羽根君の方が強いやっていう雰囲気を出してましたね。まあ、あの三島君の評価も引きの調整でさらにだから、確かに。だから長井選手はだから明日からの、ね、調整でもう少し引き出したいところですよね。そうだよね。で、あと、今日地元の記者さんが、今67ですよって、あの上昇期って、まさに三島君も上昇期って言ってるんですけど、そうそう、楽しみってね、実は俺も一番の期待が67、そうなの、そう、伸びがすごいんで、はいはい、最近ここ2節ほど、すごいの、中山翔って113キロ、はい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 、あれがね UC1 号艇したの、ね、そうなんですよね、もうあのすごいね、スリット足が良くて、あと山口達也が、3カドで優勝してますよね、その後3カドで優勝っていうね、はい、で あの辺りから俺もそういう直近しか見ないんだけどさ、ね、そう、すげえいいなと思ってて、で今日どうだったんですか、それがね、あんまりあのね後伸びな感じ、あスリ、ね、ダッシュにしても、スリットでもあんまりいかなくて、その後出ていく感じ、足合わせもそんな感じ、スリット裏からかなりしてからビューンと出ていく感じで、なるほどね、ちょっとそんな雰囲気があったんで、もうちょっと手前に下をしたいところなのかな、どうなんだろうね、これはね、本人もまあそうですね、ね、はい、明日6号艇なんでね、その先方どうするかが、そうですね、前付けするんだったらやっぱり手前寄りだろうし、もしかしたら、ね、もうチルと跳ねるって少ないんだけど、まあね、あんまり考えにくいけどね、そうだね、ただまあ、逆に言えばさ、お祭りレースだから、そうなんだよね、あのそういうことをちょっとやってみようって、また菊池選手っていうのは、そういうなんて言うんだろうな、サービス精神というか、ね、そうエンターテイナーなんでね、あのそう、あのユニークというかね、ウィットとかあったりするんでね、やる可能性はありますけどね、まあ、ちょっとそれは明日直前情報でもちろんあの確認していただいて、あともう一つね、15号機、ハテナなんだよ、そう、ハテナだよね、これ気になるとこだよね、どうだった、そう、あの最後の班のね、そうそう、最後の6号艇で出てきたんだけど、悪くなかったです、あ、本当ですか、心配ない、はい、あのなるほどね、そうそう、これ羽野くんがいたのかな、あ、そう、同伴ですね、そうだよね、同伴で羽野くんの次にいい雰囲気で見えてた、ちゃんと、はい、
あの羽野くんについていく感じかな。じゃあ外でこう一緒に行った時にね。その三島くんもだから直前のギア交換が気になると言ってるんですが、うん、まあそれはそこまで懸念せずに良さそうだということですかね。うん、そうだね、大丈夫だと思うんだけどね、うん、見た感じはね。わかりました、でございました、はい、さあこれ以外ではどうですか。うん、これ以外ではね、うん、これがねちょっとあなたのファンには申し訳ないかもしれないんだけど、はいはい、バカによく見えたのが、はい、峰竜太でしょ。そうなの。これがね、もうスリットでね、うん、あのスローでも3コース、スローの3コースでも、うん、ダッシュ 5コースでも、うん、ガーッと出てったのよ。なるほど、すごい出方で、うわ77号機って全然ノータッチなんですけど、うん、って感じだった。ただね、それで俺その場で S つけようかなと思ったぐらいの、うん、あの今日一番見え方としてスリットで迫力があったのね。だけどね、ここはもしかしたら裏があってね、その隣にいたのが稲田浩二なのね。あの2回ともパッとしない感じのね。でそうで、全権稲田浩二ほとんどなんか、うん、出してるイメージがなくて、そうですね、だからね、その相手との比較でもしかしたら稲田浩二の方が悪い、相当弱い。なるほど、ね、でどっちもプラマイでそういう風に見え方したのかっていうのがちょっと後では心配になったんだけど、でもまあね、峰竜太が良かったって言ったね。でも全然ね、いやでもね、本人不満そうでしたよ。本当、うん、で、ね、やっぱね、うん、あの伸び方だって、うん、ああなるほどね。で、うん、だからかなり手前の方に多分不満があるんだと思うんですよね、うん、そうね、明日1号艇だしね。というわけで、うん、その後ペラをかなり叩いてました、うん、ああそう、うん、だから、うん、あのどうなんだろう、本当に峰選手って悪い時は前傾からもモーターいじるんですよ、はいはいはい、あのまあもちろん外回り含めてですけどね。だけど今日いきなりペラやってたから、うん、多分相当叩き替えてんじゃないかなっていう気はしますね。なるほどなるほど。だからその伸びが、まあ、うん、死ぬのか生きるのか分かんないですけど、 だいぶ手前に寄せるようにやってるような気はしますね、うん、そうだよね、うん、だからまあちょっとモーターのね底力的 30% ジャストだし、うん、そうですね、だからねちょっとダービーの時に私があのウリュウが見えたのと同じような何かこう、うん、そういうようなことがある可能性もあってね。ただでもまあよくは見えたと、うん、今日はねよくは見えたんだけどね、うん、はい、っていうところでございますね、はい、あとは何かあります、うん、あとね、うん、これねやっぱり女子がね全体的にストレート強めに見えたので、うん、それはまあね当たり前っちゃ当たり前なんだけどね、うんうんうん、あの体重差があるんで、小野聖奈が羽野君と合わせて羽野君よりちょっと強め、うん、だからそういう意味でその位置関係というか、氷屋より、ね、うん、羽野くんが強い、ね、で羽野くんよりちょっとあの小野聖奈が強めっていうことで、うんうんうん、これはちょっとね、これも 30% ジャストのモーターで、ね、はい、ちょっと怖いかなっていう。なるほど、そのストレート生かしきれれば、うん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 、ちょっと面白いことになるんじゃないかなっていうふうに見えた な、はい、まあ、女子ね、うん、去年森谷選手が優勝してますし、そうだよ、ね、活躍してほしいなと思いますけどね。確かに森谷美穂もちゃんとあのストレートは相当強めの方でした、うん、ストレートは相当強めですか、うん、ここに森谷美穂って見えてるんですけど、はい、というわけで全権タイムです、うん、トップはまさに遠藤恵美、はい、うん、で太田選手、馬場選手と来て、萱、うん、原選手って森谷選手が入ってますね、はいはいはい、うん、あと深川選手、うん、あね、これはね、うん、やっぱりここに入るっていうのがね、うん、確かにそういうタイプじゃないですからね、うん、そうそうそう、であと小野聖奈、うん、小野聖奈、うん、平高菜那、羽野直哉いますね、今中山の名前が上がってるのが結構入ってますね。そうだね、まあ広山も入ってるんだな、やっぱりね、うん、そうですね、そうそう、で太田和美はやっぱり、うん、あの一般の第1号艇なんで、うん、で馬場君が後半の5班の1号艇で引き並みないとこ行ったんで、はいはいはい、ちょっと早かったのかなっていうのがあってね、あの太田和美選手が今回登板一番上なんで、うん、全体の一般の1号艇 で今回4班までが前半、うん、ご飯からが後半で、馬場選手はご飯の1号艇ということで、そうそうそう、同じ立場だ、ね、そう、いいよね、同じ立場でこうでありましたと、うんうん、なるほどね、だからね、風がねすごく変わったんで前半、あ、そうなんですか、そう、すごい弱めの追い風から始まって、ホームの追い風から始まって、うん、どんどん強くなって、うん、最初1メートルぐらいで最後5メートルぐらいになったのね、うん、4班まで、うん、だからあの、だったら後から来る方がやっぱりあの厳しかった。だからその馬場選手の前、うん、馬場選手の前の登板までだったら、うん、早い方が、あ、だから3000番台とかの方がいいタイム出てるはずなんだよね。その通りなんで、実際見たらそうなんだよ。原田とか全部一般2班なのよ。深川慎二とか。そうで3班4班は圧倒的に苦戦、うん。いないもんね。そうそう。もうね、入るわけがないってぐらいまで強くなった。で、これがね、で、あの間の試運転をやってる間に、うん、パッタリやんで、後半は
あの4班とも全て無風、なんかねすごい不思議な風の吹き方で、だから馬場選手以降1回より若い登板の選手、うん、そうそのままそのままこれを鵜呑みにしていいわけですよ。だからそれこそこの中で言ったら、まあ、茅原守屋、うん、小野平隆、あの平山長井っていうところ、そうそう、で逆に言うとだから、うん、割り食ったのは石野とか、うん、だからね、石野はストーでしょ、石野選手は、うん、あの4番なんですよ、うん、そうだ一番風吹いてやつ、うん、一番ひどかった時、あそうそう、でもそうするとさ、ね、やっぱりワーストに稲田選手がいるんですよ、うん、これがねだから相当なワーストだから ここで肩並べてるあたりは、うんうんうん、そう大体ねコンマ05は違うと思うんだよ、なるほど、ね、それだけなら無数と、はいはいはいね、10ぐらい違うかもしれない、ね、でしょ、うん、だからちょっとなんか稲田選手さ、うん、稲田州だからさ、うん、直線来ると楽しいんだけど最近なんかこんな伸びつけられなくてさ、うん、こんななのよ、ね、前県から、うん、そして峰龍太と合わせてってなおさら心配になる時計だよ ね、 だから逆にさ、うん、峰選手伸び方って言ってるのに入ってこないから、うん、やっぱりもしかしたら、うん、ちょっと稲田選手の比較だったかもしれないですね。そうだよね、うん、なんかそう中堅どころのタイムだったな、うん、まあそうは言ってもはそうは言っても峰龍太 の、うん、あの整備力がありますから確かに、はい、その辺はあの明日も気をつけていただければという感じでございます。はい、そうですね、はい、それではじゃあ、うん、予想の方を2人で1レースずつ、まあ、2レースずつしようと思うんですが、うん、ね、まずは早い順で、まず7レース、うん、これは周長です、うん、もうエミいっちゃおうよ、ね、うん、もうなんかこう要するに、まあ、石野にはかわいそうな班だったけど、うん、全権ワースト対全権トップの、ね、あ確かにね、なっててこれね、うん、あのエミの真骨頂とか言うけど、ね、直まくりそんなやるタイプかどうかっていうのはね、やるタイプです、黒須田にもうやるタイプ、あそうか、これは別にあれが出ないもんなあの新年で出ないからやるタイプでしょ、やるタイプというか、うん、まああの、うんうん、今だったら2コースまくりさせていったら7、うん、8ぐらいじゃないですかね、うん、そうでしょ、うん、もう覗いたら行くもんあるでしょう、うん、というわけでね、うん、エミの真骨頂っていうの、うん、これね、あの直まくりの直まくりで書こうとしたら、うん、下に点々つけちゃったんで、うん、真骨頂に書いたんだけどね、うん、まあまあそう、それでまくりっていう、ね、途中まで直じゃねえかそう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 、そしてまくりとルビーを張ったという、ね、そういう、そういう感じでね、はい、でも直まくり全然あるでしょ、あるある、だから、うん、そうで石野もねモチベーションも難しいよ、あのね、グランプリに向けてやっぱりステップとしてすごく大事にするかもしれないし、うん、無理をしないってするかもしれないし、いやとにかくだって、うん、あの石野選手というの、うん、狙いはもうグランプリしかないと思うんですよ。そう、もちろんだよね。しかも今年松井選手がいない、うん、太田選手は、まあ、もういないとか、湯川選手もいないとか、うんうん、あの一人だけになっちゃってるんですよね。うん、そうなんだよね。なおさら気合い入ると思うんでね。そうだよね。なるほど。ここが難しいところ、うん、本当モチベーション本当に難しいレースだわ、うん。なるほどね。うん、ということで、うん、本当はね、だから頭でまくるとして、うん、本当は26にしたかったの。あの平高のエース82を信じて、だけどちょっとね、あの過去にちょっとエース聞きながら泣きも入ってる感じだったし、うんうん、しかもやっぱり26がちょっと人気になるかもしれないと、まあ、あのもっと、うん、いいからね、そうだよね、はい、評判機なんで、うん、だったら、ね、細川のあの、うん、まあ、前回のチャレカでちょっと優勝戦で歌詞を作ってるんで、うん、私は6コースに行っちゃったんで、ここはしっかり連動すれば、うん、23で203で来るんじゃないかと。これ236とか263だったら女子が3人勝ち上がるんだ。いや、もう全然あるでしょうよすごいね。そう、もうね、うん、そう、に深夜も18位でほら滑り込みでグランプリに行くし、うん、なかなかモチベーションが難しいとこですよこれも。まあまあ、なるほど ね、そう、ちょっと足も悪そうだったし、はい、うん、まあでもここは遠藤選手のね、うん、足もいいということで、うん、はい、直まくりにかけるという、そうだね、集中でございます。次行ってみましょう、はい、そして次は私で10レース。10レース、うん、そうか、でも深川選手いいのか。ええよ、これ相当ええよ、うん、もうごっつええよ俺。いや、うん、前付けじゃないですか、うん、まあ、当然これ2コースだと思うんですよ、うんうん、で、馬場選手が、うん、馬場選手も太田選手も前傾タイム良かったわけじゃないですか、うん、あの2人と同じタイムか、うん、でまずやっぱ馬場選手の3コースまくり出しっていうのはもちろんいつだって脅威なんで、うん、内が深くなってんだったらやっぱりあるし、うん、あと太田選手は4かどうかまくるから、あ、まくるよね、最近特にだよね。そう、だからね、前傾トップタイムもね、最近やっぱりね、うん、しっかり展示タイムも早い、うん、そう、だから直線つけてるってことでしょ、うん、そうそう、そうするとね、うん、太田選手がまくる可能性があって、で、うん、原田選手は、うん、まくられ率が意外と高いのよ、陰線が、うん、はいはい、それがさらに深川選手の前付けで深めになってるんなら、うんうんうん、その馬場選手太田選手のどっちかのまくりを、うん、って狙ったんだけど、逆に深川選手の直まくりもあったりする、うん、いや、もう全然あるんじゃない、ね、そっちもちょっとそう
これね、1、2号艇がグランプリ組という、うん、またね、うん、この辺もまた微妙なモチベがあって、そう、ね、はい、そう、だから太田和美がもうエイヤのまくりも本当面白い、うん、だったら4頭も全然面白い、あ、ちょっと3頭だ、うん、ね、3頭全然面白いし、ね、いや、いいね、だちょっとこれ福田選手がいてくれるんで、うん、その前傾タイム良かった馬場、太田っていう2人がいたりとか、うん、あと福田選手がいいっていう周長の情報があるんで、うん、そのあたりをちょっと狙っていってみると面白いと思って、うん、まあ、僕はとりあえずこう予想したんで、うん、馬場、太田からいきたいと思います。6消したのは怖いね、本番かしくないと思うよ、うん、それ僕ほら州長のさ、うん、あのモーター情報を聞かないで来て、ああ、そうか、クエスチョンのまま、ね、クエスチョンのまま来てるんで心配だよね、それね、でこれ全のがいいな、うん、ここはね、そうだよね、はい、うん、おそらく配当6でちょっと跳ねるかもしれないんで、跳ねるからね、うん、はい、まあ、あのもしあの買われる方は、うん、しっかり上田竜星選手も抑えた方がいいのかもわからないですね、そうですね、はい、そして、うん、次州長の11レース、はいはい、もうね、はい、はい、お聞き選手いきます、うん、もう67号機、うん、ね、これもうあの動くか動かないか、まあ、これで進入、一応参考でしたけど、うんうん、もしかしたらね動かないで攻めるかもしれないし、うん、で動けばね、うん、動いたなりに、うん、あの面白い足なんで、うん、スタートバシッと決めれば、うん、ね、これまた平本がグランプリ、うん、まあ、菊池もそうなんだけどね、うん、本人もね、うん、だけどそうあって、だからその時にハヌキの足が、これも本当にパワー勝負の、はい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 、で6人をちょっと厚めで、うん、なかなかつくんじゃないかと思ってね、はいはいはい、思っておりますんで6226でこれパワー決着になるんじゃないかなっていう、うん、うん、気もしてるんですよ。なるほどね、うん、まあ、僕も菊池選手はおそらく前付け、でもさっきの話で、うん、でも3とかそういうタイプじゃないからな、前付けで、まあ、例えば野中選手が突っ張るとかあると思うんですよね、うん、あ、まあ全然それでもなんか、うん、いけそうな感じの足っていうことなんでしょうかね、うん、そうだね、うん、なるほど、分かりました、はい、まあ、口の大掛け で、うん、で僕は最後は12、うん、じゃーんということで、うん、はい、あれ、いやいや、もうブス島誠の2コース逃がし率の低さですよ。いやーすごいね、もう 30% 25% とかです病的だ。 でしかも峰選手のがちょっと不満げだったので、うん、今日、うん、だったらここは峰選手以外から行く方が楽しいということで、うん、まずブス島選手なんですけど、うん、あの問題はだからね、うん、もちろんこれスタート次第なんですけど、うん、上条選手の4コースはやっぱり結構攻めるわけですよ、はいはい、そうしたらその外の茅原優輝、うん、これもケイちゃんモーターでしょ、うん、三島モーターでしょ、はいはい、そうですよ、だから足も良さそうだし、うん、あのここは最近あんまり見せてくんないんだけど、うん、茅原らしい5コースまくりだし、うん、をちょっと見たいなということがあって、うん、ブス島選手茅原選手の両方から、うん、でまあ、当然やっぱ峰選手のこれは2着はやっぱりね、うん、抑えとかなっていうところでまあ抑えて、あとは、うん、そこですね、なるほど、3着は1245という、うん、なるほどね、うん、感じでちょっとしてみました、うん、まあ、もちろん峰竜太、うん、明日これ12レースですからそれまでに仕上げてくる可能性あるんでね、うん、そうだよね、そうなるとしっかり逃げてっていうパターンは全然あるんですけど、うん、まあ、ちょっと物島選手の逃がし率の低さに頼って、うん、この、ちょっと穴っぽいところを狙いたいなと、まあ、つきますわな、まあ、峰君が 2,3 着に飛ぶだけで、そうですね、うん、はい、バチッとつくわけですからね、うん、いう感じでちょっと狙ってみようと、なるほど、いうことでございました、はい、まあ、うん、何しろまあ3着条件なんでね、うん、あの途中からあの無理せず3着道中ね、うん、あんまり無理して1個の上でよっていうより 2,3 着競ってたらっていうのもあるかもしれないんで、そういう駆け引きもちょっと皆さん楽しんで、うん、確かにね、逆に4番手走ってるやつはもうしゃかりき、まあ、その辺が一つの分水嶺なんでね、うん、3,4 着の、うん、ね、その辺を楽しむっていうのがこの3日間のあり方かもしれないね、うん、そうですね、うん、はい、まあ、その辺も、まあ、皆さん考慮に入れつつ楽しんでいただければと思います、うん、はい、全権情報でございました。告知、はい、はい、いつものマフラータオルでございます。はい、こちら、優勝選手の、待って、今回優勝選手じゃないな、なんだ、チャンピオンのサインを入れて、ね、うん、プレゼントいたしますので1名様ということで、うん、であのまた今回もキーワードを設定いたしますので、それは後日、うん、発表いたしますので、はい、次回も必ず見てください。はい、あの応募要項はあの概要欄などにございますので、そちらでぜひね、応募してください、うん、そしてレジャーチャンサプリでございます、うん、はい、ボートボーイ新概念データシミュレーション、新入別過去10走データシミュレーション、うん、であと動画ですね、勝利者インタビュー、そしていつも言ってますが私の先得予想がありますので、うん、不調でございますが、うん、いやいや、はい、皆さんこちらを参考にしてください、うん、
そして、テレボート歳末大感謝祭ですね。はい、テレボート外限定でしたね、うん、11月12日から始まって12月13日までだそうですので、はい、そうか、ちょっとずつ迫ってきますのでね。そうだよな、まだまだってやるしたらもう危ないね、はい、そうですね、うん、購入金額に応じてプレイステーション5をはじめ豪華な商品が7350名様に抽選で当たるということですので、うんうん、まあもうほら12月13日とか言ってこれグランプリの前件なんだけどさ、うん、12月13日って、うんうん、そんな風に言ってると皆さん忘れるんで、うん、本当そうなんだよね、うん、このシリーズ中に皆さんぜひぜひ応募してください、うん、キャンペーンサイト番組概要欄をこれご覧いただければと思います、はい、そして明日のジョー BBC トーナメントキャンペーン、うん、かっこいいなね、えそう今だからちょうどまあ明日から開幕するんですが、この、明日のジョーと BBC トーナメント、まあ、コラボっていうんですかね、そのまあキャンペーンが行われております。本日12月3日まで、今日まで皆さん急いで第1弾、あ第1弾か、第1弾は今日まで、うん、12月3日まで、で明日から第2弾だですね。フォロー&リツイートでデジタルギフトがその場で当たる、うん、立ち上がりキャンペーンを今実施中、毎日100名だって抽選で、躊躇ツイッターやってねえからな、できねえかな、ガラケーだとね真っ白な灰になるよ俺は、なってくれ、で12月4日からは、うん、第2弾ということで、うん、こちらも新しいキャンペーンが始まりますので、詳しくは明日のジョーボートレースで検索してみてください。当然、はい、うん、世代でしょ明日のジョー、もちろんだよ、もうガチ世代だよ、ね、はい、というわけで、うん、こちらも、皆さんどしどしご応募ください。そしてボートレース×パックマンコラボキャンペーン実施中これもタイアップパックマンなのね、うん、明日のジョーからいきなり、そう、うん、だこれはね、ミッドナイトボートレース、うん、今大村でやってますけどね、うんうん、やってる、ミッドナイトボートレースの開催を記念して、うん、パックマンとコラボしたツイッターキャンペーンということで、うん、詳しくはミッドナイトパックマンで検索してみてください。で、はい、で12月7日までですって、今回のこのシリーズの最終日までですので、皆さんぜひこれもミッドナイトパックマンで検索してください。パックマンは世代、もちろんもちろん、これまた世代だわ、そうだね、もうインベーダーの後に出てきたけね、うん、そうだよね、今若いファンの方どうなんだろう、明日のジョーとかパックマンとかって、いや、でもだろうね、でもリバイバルブームでね、結構ね、ジョーとかは知ってる人が多いんだけど、うん、パックマンはどうかな、うん、まあでもかえって新鮮かもね、うんうんうん、確かに、はい、というわけで、キャンペーンいろいろありますので、いろいろご応募ください、うん、はい、というわけで今日もありがとうございました、ありがとうございました、次回ですが、うん、12月6日、3日目ですね、3日目、3日目ということはこれ4日間開催ですので、うん、決勝戦の前日ということで、まあ、だから今節は2回配信ということになりますので、うん、準決勝の日だな、準決勝の日ですね、はい、うんうん、そうだ、だからこれあれですか、スーパーミダマシン、今この裏でねずっとリハーサルやってたんですよ、うん、スーパーミダマシン の、うんうん、荻野さんの声が聞こえてましたよこれそれもこれ流せるんですかね、うん、阿弥陀マシーンも流すそうですので、うん、皆さんぜひ楽しみにして、12月6日ですから、さっき のマフラータオルのキーワードもその12月6日に発表いたしますので、はいはい、皆さん3日目もぜひご覧ください、ぜひぜひお願いします、はい、というわけで皆さん今日もありがとうございました。次は3日目の夜にお会いしましょう。さようなら、さようなら。